今回は鹿児島のみんな大好きパン屋さん池田パンさんの全面協力によりじゃじゃーん令和1年池田パン菓子パン部門トップ10を当てるまで終われませんをします。ちなみに3姉妹とも今はお腹ペコペコ状態なのでなんか食べていいってのまだダメよって言ってたのでもぐもぐ食べながら順位を当てていってください。ではまずはパンを全部机の上に出します。よはい。パンがテーブルの上に乗りました。じゃーん、溢れそうだな。じゃ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 ーん、すごいね。全部で15種類あります。なので15種類の中からまずはトップ10から6までを当てます。10から6までを当てたいと思います。なのでまずはどんなパンがあるか食べながら味とかを見ていきたいと思います。では一つずつ何にする？これ OK。 開けていいよ。あ、ちょりーちゃん見して。あはは、ごめん、開けちゃったけど。まず開けちゃいましたが、まず一つ目はニューランチソーセージ、ロングセラー商品です。はい、食べて。いただきます。はい、いただいてください。うん、みんな一口ずつ食べないと。うん、味が。すごいお口。おいしい。ママも食べたい。マヨネーズとウインナーがパリッていうね。うんうん。ではおいしい。では次煮込み何する？何にする？ハウスなんとか。ハウスサンド。うん、ママがね子供の頃からねよくねこれ食べてたの。なので食べよう。最近はさこのちっちゃく入ってる方を食べるでしょ。半分とかの。そう、はい、2つ目はママが子供の頃よく食べていたニューハウスサンドです。ウエハースとケーキの生地にクリームをサンドしました。これは 100% 美味しいっていうか、ママの子供の頃の味。先にパリッと取っちゃおう。じゃん、ママ通っちゃった。食べてる。うん。食べてないの？大きな口。うんうん。かぶってかぶりついていいよ。うんうん。パンっていうかケーキだね。うん、りーちゃん大好きなカステラみたいだね。美味しい。
美味しいね。はい、2番目はニューハウスサンドでした、はい、あ、そうだ、飲み物を飲みながらしないと詰まっちゃうので、飲み物はこれ安定の牛乳さんにしました。美味しいよね、最近ずっとこの牛乳だね。ではみんなにパンのお供牛乳を。そうそうそう、牛乳をすごい飲むから2日5本買って2日うちは持ちません。あの牛さん買った方が早いんじゃないかと思うよね。すごい牛乳飲むよね、こぼしたら怖いから気をつけてね。はい、僕からね。あ、いいや、どうぞ。はい、足りなくなったら言ってください。はい、パンと牛乳合うよね。ありがとう。美味しい。次は何にしますか。どっち？それする？うん。じゃあそっちで。うん、じゃあ切るよ。うん。1個ずつ食べたらいいの？食べれる。一つずつ食べれるんだったらいいけど、15口食べないといけないんだけど大丈夫？大丈夫？りっちゃん牛乳気をつけて。あ、りっちゃん。あ、また見せたのか。うん。3番目はまたりちゃんが開けちゃいましたが、薄皮チョコです。これもね、ママがね、子供の時よっていうよりね、ピカピが子供の時ぐらいにできたのかな。よくどっか出かける時必ずリュックに入れてたよ。またママが1個取ります。半分でいい、半分でいい、1つでいい。 このちっちゃなサイズのパンが5個入ってて、もちもちで、え、どうや、食べていい？うん。しかもこんなにたっぷりチョコレートが入ってます。いただきます。このさ、このなんていうの、甘すぎないチョコレートが美味しいよね。これ自宅ぶりに食べた。うん。で、このパンのしっとり。美味しいね。はい、どうぞ。美味しい。うん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 。美味しいね。多分牛乳1本じゃ足りなくて2本目持ってきそうだね。では次はうん、りちゃんパンちょうだい。牛乳気をつけてね。見て、はい、ナンバー4、コッペパンのいちご&マーガリン、ロングセラー商品です。りちゃんやしょっちゃんがさ、このパンが好きで、今回も一番に食べたいって言ったやつだよね。コッペパン、ママがさ、子供の頃のコッペパンは本当にパッサパッサで、給食の時間いかにバレないように食べないかってしてたんだけど、最近のこのコッペパンはもう本当、このなんていうのかな、ふわふわ。せっちゃんの枕にしようか。うん、パパもコッペパン好きって言ってた。ほんと？美味しいよね。びっくりした。コッペパンがこんなにふわふわなのを、ずっと小学校の頃のコッペパンのイメージがあったから、コッペパンはなーと思ってたんだけど。そう、ランドセルに隠して持って帰ったりしてた。なので、そう、そんなイメージだったのに、本当にこうふわふわ。ふわふわだし、バターかな？マーガリン？マーガリンとたっぷりジャムが入ってます。いただきます。ふわふわ。バターだけ食べちゃった。バターだけ食べた。バターで、マーガリンこのね、しかもマーガリンがすごいコクがあって美味しいの、うん、美味しい、うん、美味しいね。
ママ一口じゃなくてさっきからすごい量食べてる気がする。うんうん、本当にママの思ってたコッペパンの概念を覆したコッペパンでした。いちごとバターって合うんだ。ね、美味しいね。もし次は、それ、うん、安定の、もうヒッキーとナオも好きだよね。もうどっかに行くときにこのパンを買って車の中で子供でもパパッと簡単に食べれるし、美味しい。第5番目はチョコチップスティックです。スティックタイプの菓子パンにチョコチップを練り込みました。これはね、もうね、子供がいるお母さんたちの強い味方、散らからないしね、も子供たちってチョコチップパンとか好きだからもぐもぐ食べてくれるし、もうそしてお腹もいっぱいになるから、これは子持ちのお母さんの強い味方のパンだとママは思っています。はい、私もう1本もらおう。これチョコチップが入ってる、そう、いっぱいチョコチップが入ってる。いただきます。はい、おいしい。これとさ、あのなんだっけ、もちもちパンあったじゃん、あの画像と名前は後で出しておきます。それもお母さんたちの強い味方でもね、今回探したんだけど売ってなかった。あれ美味しいよね。あれをトースターでひかぴょちょっとパリッて焼いて、バーベキューとかの時も焼いて食べてる。あれもすごく美味しい。うんうん、このさ、角の硬いとこ、ちょっとここの角がちょっと硬くできてんだけど、ママはそこが好き。うんうん、一本まるまる食べきれないでしょ、うん、食べきれる、うん、あと10個あるんだよ、うん、食べきれない、食べきれない。じゃあママが受け取ります。うんふん、美味しいね。牛乳とか消えたそう、皆さんこんな感じで牛乳を飲みながらすごい食べるので、あとちょっとした、ほんと、うん、なので牛乳がすぐなくなるよね、うん、牛乳がすぐなくなる、うんうん、牛乳おいしい。そう、いろんな牛乳飲みながら、後味がこうだねとか言いながらいろいろ飲んで、やっと家族みんなで行き着いた牛乳がこの健楽牛乳さんでした。美味しいよね。もうすでにあとちょっとでしょ、今開けたのにね。では次はバターフランス行きましょう。バターフランス、うん、でフランスパンの間にバター、そう、うん、違うよ、クリームサンドだった。これ6個目、バターフランスミルククリームサンドバージョンです。これはママは専門学校に行くときにフェリーの中で食べながら行ってた。美味しいの。しかもこのフランスパンにしてはちょっと柔らかいんだけど、あるいい感じの硬さなので、これね、すごい噛み締めながらね、すごいお腹いっぱいになるので、中に入ってるミルククリームが本当に美味しい。そしてママまた先に、ただあのかじるとき気をつけて、せっちゃんなんて歯をちぎったじゃない、パンをちぎったら歯をちぎったって、あの歯が抜けたばっかりだから、ね、クリームがすごいいっぱい入ってるの、クリームがこう溢れちゃうぐらい入ってる。気をつけてね、本当に大丈夫、大丈夫だった、うん、頑張って。練乳みたい。そう、このね、練乳っぽいクリームが本当に美味しいの。うん、わあ、美味しいパン食べたらテンション上がる。ママと一口食べていい？うん。美味しい。美味しいよね。
しょっちゃんもせっちゃんもクリームついてます。んんこれ歯がゆらぐらの時食べたらもう取れるかもね。あ、これ好き、これ好きでしょ。まあママと一緒だね、このパン大好き。だって練乳とかも、うん、もうこれをね専門学校に行くときにヘリーの中で、うん、あのちっちゃな紙パックの牛乳飲みながらもぐ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 しながら行ってたの。朝お家で食べる時間はなくて寝ときたいから。これはママの専門学校の時の味だね。おいしい。買うとき食べたい。ね、これのね違う味バージョンも売ってた。うん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 。次どうするの？次は母の大好きなパンに行こう。うん、レーズン、うん、100% レーズン。これです。大きいよね。一番大きいんじゃないかな。一番大きくて 100% レーズン。レーズンをふんだんに練り込んだボリュームたっぷりのおやつパンです。これは私たちの中ではもうね母がよく食べてるパンだよね。うん、あのスライスね、そうそうそう、スライスして、で母が一人で食べきれない時は冷凍、薄くスライスして冷凍しといて、それをトーストして食べてるのね。それを見ながら、あ、大好きなんだねと思って。このパンはでも絶対一本食べたら食べ応えあるよね。849カロリーだって、すごい。ケーキ食べてるぐらいになって。ではこのパンをカットするのを持ってきてないので、下から手でちぎります。ちなみにママは、うん、いいよ、はい、レーズンがたっぷり入ってて、真ん中のとことかもっとレーズン入ってる。レーズン食べたことないからわかんない。パパ他の、うん、何の音。レーズン他のパンと違ってなんか甘い。せっちゃんレーズン大丈夫だった、うん、ああならよかった。どうかなと思った。本当にこうやってレーズンがいっぱい入ってる。レーズンって何回食べたいよ。ぶどう、干しぶどう。これって好き嫌い分かれるよね。ママはレーズン、うん、いいよ。レーズンパンのレーズンの部分もパンも大好きで、学校の給食の時に隣の男の子がレーズン全部ほじってお皿に乗っけてて、それをもらって食べてた。レーズンパン美味しい。あの牛乳牛乳まだある。ちょっと一旦取れる。お願いします。りっちゃん牛乳見して。レーズン、レーズンが食べたのに出てこない。殻です。パンを全部食べ終わる前に牛乳なくなっちゃった。4人いるから。あのレーズンのとこじゃないパンがなんか美味しい。レーズンじゃないとこも美味しい。レーズンが牛乳とパンは合うよね。しょっちゃんが牛乳2本目、これで3本見たらや持ってきてくれました。いやもう3本目はさすがにダメだよ。2本目、ママ今でもう足りるんじゃない。足りるかな。それか喉が乾きすぎて、うん、また張っちゃった。中見て、牛乳の、牛乳が間に入って模様が、はい、どうぞ。本当だ。牛乳ついてください。足が縛る。離せよ。牛乳をついでいる間に、ではさっき言ったスナックブレンド8個目いきたいと思います。またちぎるの？いる？これしょっちゃんも食べたことあるよね。食べるよね。え、冷たっ。あ、牛乳出てきたばかりの牛乳。うん、取りにくいけど取れた。取れた？うん、はい。そのままかもせた。このパンとこのスポンジの部分を一緒に。うん、間にねマーガリンが挟まっててすごい美味しいの。え、マーガリン？本当だ、うん、ここ。あがちゃん、おしろみと。うんうん。美味しい。バターの味もする。くっきりするよね。うん、美味しい。はい。美味しいよね。
これが8個目。次はウインナーパン、はい。9個目は、次は美味しさの提案、ロングウインナー2。ソフトなパンにウインナーとケチャップ、粒マスタードをトッピングしました。あ、そうだね、さっきのはね、多分ね、マヨネーズ、マヨネーズのやつなんだよね。でこれは大人の味なのかな、マスタードが入ってる。おお、ごめんなさい、マスタードが入ってるから大人の味なのかな。マスタードだけ、せっちゃんがマスタードがどうか心配だね。ではパ3、最初のパンの部分をママが食べます。でっかいママの食べてみたい。辛かった？うんうん。みちゃんはマスタードはどう？最初は辛いけど、あとは大丈夫。そう、ハニーマスタードよりはちょっと辛いかもね。おいしい。マスタードの味しない。うん。みんなの大きなお口により半分以上いなくなりました。おいしいね。お惣菜パンなのかな？お惣菜パンっていうのかな？みんな。おいしい。では。本当？あ、大人味だね。群衆さん下ろしてあげて。これも牛乳で悪い。では次は10個目お願いします。しょっちゃんの目の前のジャンボさんでお願いします。ジャンボ？これ？ジャンボなんて書いてある？ジャンボ。本当だ。では10個目はニュージャンボ小倉、つぶあん、あんぱん、つぶあん、あ、あんぱん、うん、柔らかな生地につぶあんを包んで焼き上げました。すごいずっしりしてるんだけど、ずっしりしてるし、それと同じじゃない？それはね、薄皮なんだけどね、これはね、うん、ずっしりしてる。そっちはしっとりしてたじゃん、こっちはね、ふわふわ。では、うんうん、そんな感じ。では開けますね。で、ちょっと待って。このさ、アンパンに乗ってるごま一緒食べるの美味しいよね。この大きなサイズ。ちょっと2つに割ってみたいね。あれよ。このアンパンにこのちっちゃいやつをもうちょっとちっちゃかった。あんこがたっぷり入ってる。あんこがたっぷりね、すごいずっしり重い。ちょっと待ってね、これを全部食べるわけにいかないんだけど、すごい斜めに切れたんだけど、あんこがすごい。これをみんなに半分か切ればね、こっちをみんなで分けっこしよう。はい、ありがとう。あの、今思ったあんこがあんまない。うんこがそっちない？こっちで取っちゃったかな。うんうん。な。うん。おいしい。このさ、ごまとさ、あんこのさ、香ばしい感じがおいしい。うん、食べよう食べよう。うんうん。あんこ好きだね。もういい？じゃあママが回収しておきます。では11個目、うん、は初のクリームパンを食べてみましょうか。今回クリームパンがないもんね。じゃあクリームパンお願いします。はい、今回は薄皮シリーズのクリームパンです。薄い皮の中にクリームがたっぷり入ってます。これもほんとずっしりだよね。さっきのチョコレートと一緒で1個食べれる？半分にする？別に大丈夫。りちゃんは大丈夫？はい、これはちっちゃいんだけど、ムチムチもち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 で、クリームがこんなにやっぱりたっぷり入ってます。
いただきます。クリームが柔らかいね、とろとろ。これ凍らしたらどんな味するのかね。このさ、後味がさ、なんていうの、ヨーグルトっぽい後味、風味、なのもすごい美味しい。いいね、いくつ食べても美味しい。なんかこうやって揺らしてる、プルプルしてる。食べる？ちょっとね、今危ない。そうだね、普段こんだけ一口ずつとはいえども普段こんだけパン食べないもんね。まだ全然いける。ほんと？では、はい、11個目。12個目はやっぱり子どものキングパンですよ。これ？はい、牛乳が欲しいの。12個目はじゃーん、キングチョコです。最近ね、いろんなねバージョンとかも売ってるんだけど全部美味しかった。チョコクリームをサンドしたロールパンにたっぷりスイートチョコをコーチングしました。コーチングって言うんだね。コーティングかと思ってた。コーチングって言うんだ。ここに書いてあります。これはさ、美味しいよね。でも夏場とかはさ、みんなよくさ、チョコレートポロポロしててさ、ね、朝からちゃんとチョコこぼさないでって言いながら食べるんだけど、やっぱり美味しい。じゃんじゃんじゃん、一回全部出してます。ほら、こんなに、あ、そうだね、こんなにチョコがたっぷりかかってる。でっかいエクレアみたいで、中はたっぷりチョコです。チョコ落としちゃった、大人なのに。これってさ、バニラタイプもあるの？あるね、いろんなタイプがね。おいっちゃ、あ、落ちたチョコ見っけ。食べた？はい。おいしいね。あ、牛乳こぼしちゃった。タオルで拭いて。ちょっとしか入ってなかったんでしょ。はい。さっきから一回えってなるの。え、何？ちょっちゃん。いやいや。次はコッペパン。コッペパン？うん。はい。コッペパンシリーズのもうもうミルクさんです。コッペパン牛乳風味クリーム。コッペパンに鹿児島県産牛乳使用のクリームをサンドしましたって。おお、パンも鹿児島、クリームも鹿児島、すごいね。これもやっぱり、うん、わっ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 、スクイーズみたいにこうやってずっと触ってられるぐらいの柔らかさです。では牛さん、牛乳飲みすぎた。では、あ、いい匂いがする。牛乳飲むとこれも牛乳に入るんじゃない？見て、真ん中にクリームが映るかな、映るかな、映るかな、映った。はい、牛さん半分あげる。せっちゃん、ありがとう。ママもちょっとね、もうそろそろやばい。そう、あの、安定してパクパク食べてきたんだけど、いただきます。生クリームの味がする。甘くなさすぎて、え、どういう意味？甘くなくて、ちょっといい感じ。そうそうそう、それが言いたかった。甘すぎなくてちょうどいい感じ。日本語が分からなくなってきてよ。甘すぎなくてちょうどいい感じのクリーム、美味しいね。
コッペパンってほんとふわふわだよね。どうしたんだろう昔のコッペパン。焼けた。いやなんかね口の中の水分を全部取る感じだったんだよね。牛乳も一本くださいみたいな感じだった、うんうん、牛乳がなかったんじゃない、はい、牛乳はね一人一本ずつねもらえてたんだけどね。では次は14個目フィンガーちゃんいきましょうか。フィンガーちゃん、フィンガーちゃん、はい。ではこれもロングセラー商品って書いてある。食べやすいスティックタイプのパンに口どけの良いクリームをサンドしました。これも絶対大ハプニングです。といってすみません。 OK、 でははいママにちょうだい。はい、では気を取り直して、フィンガーちゃんを食べたいと思います。すごい昔からあるよね。うん、昔からあるよく食べてた。これをねママたち子供の頃ねいろんなパンを母が買ってきて、こう今もするじゃん母が、あのいくつかに切ってさ全部、はいみんなどうぞ好きなの食べなさいって、あれの時必ず入ってた。これとキングチョコと、あとあのなんだっけ今日なかったやつ、北海道の絵が描いてあったりするやつ、ああチーズ、あ虫パン、あれも必ず入ってた。 あれ私一番大好き。ねそうだよね、美味しかった。今日はね売り切れてた、売り切れが多かったね、うん、夏休みはみんなパン大好きだから買っちゃうからね。いただきます。半分どうぞ。もう少ししか食べない。いけるかな、うん、おいしい。これぐらいでいい。誰か、おいしい、おいしい、あ、これおいしい、これおいしい、こんぐらいで2人と。お腹、すっちゃんはね、食が細いからね仕方がない。なんて、すっちゃんは食が細い、普段あんま食べないでしょ。食べる食べる大丈夫。次は最後だ。はい最後、はい、14個目、最後は薄皮シリーズのアンパン、アンパン、アンパン、薄い皮の中にあんがぎっしり入ってます。このシリーズはさ外れないよね。ねウグイス、ウグイスパン緑バージョンとかもあって、あ、そうそう、15個目ごめんなさい。そうそう、ウグイスパンのやつも美味しかった。今日でも売ってなかった。半分でいい。じゃあこれをみんなで分け、あ、待って、これもこれやばいの、ほらすっごい入ってる。1つ4等分しない。みんなお腹がいっぱいになってきたのね。1等分しよう。 OK、 じゃあはい半分ここして。そうだね、さすがに。最後にはみんながいただきます。なんで私は。おいしい。あ、これ食べたことある、うん、ニュージャンボの方はつぶあんなんだけど、こっちはこしあんだよね、うん、でもちょっとつぶが残ってるぐらい。つぶあんって書いてある。つぶあんって書いてある。薄皮にあんがぎっしり入ってます。こっちはさ粒が全然残ってるけど、こっちはさちょっと残ってる感じでさ、美味しい。次回は10位から6位当てるまで終わりませんをします。